新年明けましておめでとうございます。松本です。農チューブ委員会今年も頑張っていきますのでよろしくお願いします。さて今回はですね、インボイス制度について取り上げたいなと思うんですけども、これ2023年の10月からスタートする制度で消費税に関係する話なんですよ。ですのでまだちょっと3年近く時間がありますし、事業者登録をするのがそれより半年前ですので、それでもやっぱり2年以上の時間が、猶予期間が残されてるんですよ。ですので今インボイスってこうなんですよって話しても、もしかしたら興味を持って聞いていただけないかなっていう不安はちょっとあるんですけども、コメント欄で、以前の動画の中のコメント欄でインボイス取り上げてくださいよってご意見ありましたので、まあやってみようかなと思っていろいろ調べまして、その調べたところ、やっぱり早くお伝えした方がいいかなっていう部分が多少ありましたので、ちょっと時期的には違うかなと思いつつも、インボイス制度について取り上げてみたいと思います。これまず先に結論をお伝えしておきますけども、消費税に関わる話ですので、売上が1000万いってない農家といってる農家で、その今までも免税事業者として消費税は支払ってませんっていう農家さんいらっしゃいますよね。でもう今までもすでに消費税は払ってますっていう農家さんもいて、今回インボイス制度が導入されることによって影響があるのは、売上1000万いってない免税事業者の方なんですよ。その今までは免税されてたけれども、これからはインボイス制度が導入されることによって支払わなきゃいけない可能性が出てくるっていう、まあ、そういう話ですので、小さな規模でやられている農家さんほどこのインボイスっていうのは脅威に移ってくると思います。ですのでこの辺興味を持って聞いていただいて、あ、もしかしたらやばいかも、何か対策はあるのっていうふうに興味を持たれた方はぜひ最後まで聞いてみてください。とはいえ2年以上先になる話ですので、今回はざっくりとその概要だけお伝えして、自分が農家として、自分がインボイスに乗っかった時に消費税を納めなきゃいけないのか、これまで通り納めなくていいのかっていう話を中心に本当にざっくりとお伝えしていきたいなと思います。というか私税理士でも何でもありません、一農家ですので、その詳しい話あんまり突っ込んだ話もできませんし、農家目線に立って農家としてインボイスを見た時にはどう考えたらいいかっていう形でお伝えしていきたいなと思います。まずインボイス制度そのものについての話なんですけども、インボイスって何ぞやって思いますよね。日本語で直すと適格請求書っていう風に訳されるんですけども、それでも分かんないんですよ。そもそもインボイスって言われると、インとボイスだから内なる声、なんか心の声かなとか思っちゃうんですよね。でも違うんですよ、請求書の話なんですよ。もともとその専門用語でインボイスっていうのは請求書っていう意味で、まあ、そこから乗っかってきて適格請求書っていう、その軽減税率に関係する話の中でインボイス制度ってものが出てきたんですよ。軽減税率で消費税が 8% のものと 10% のものできましたよね。でそれでその 8% の消費税、 10% の消費税をそれぞれ計算して、で細かく計算した後で国に納める消費税はいくらっていうことで、支払ってた、後でまとめて支払ってたんですけども、その事務処理がめんどくさいよっていうことで、今その暫定期間なんですけども、そこをもう少し事務処理を簡略化しようっていうことで作られているのがインボイス制度なので、その軽減税率と関係する話なんですよ。このインボイス、適格請求書と消費税の関係を説明するためには、そもそも消費税はどうやって計算して国に納めているかって話をしなきゃいけないんですけども、まず農家がいますよね。事業者としての農家がいます。で、この農家は、何か物を仕入れて、経費として物を仕入れて、その種であるとか、肥料であるとか、農薬であるとか、資材を仕入れて、でそれで生産をして、農産物、できた農産物を売って売り上げを出していくっていうことをやってるんですけど、例えばその仕入れ額、何か物を買った時の仕入れ額が1100円だったとします。まあ何を買うかちょっと想像してみてほしいんですけど、消費税 10% かかって1100円のものを仕入れて、あれこれと生産をした上で商品を2160円 8% で売りました。売上が2160円です。まあ、小さい数字ですけども、ちょっとこれで計算してみるとですね、その売上の2160円のうちの 8% は
国に納めなきゃいけない160円は国に納めなければいけない消費税として、あのお客さんから取引先から預かってる持ってるお金ですけども、160円をそのまま国に消費税として納めるんじゃなくて、経費かかっている経費、仕入れた時にかかっている1100円のうちの100円は消費税としての1100円ですよね。これはもう自分がすでに支払っている100円ですので、その160円もらっているうちから100円を差し引いて60円を消費税国に納めるっていう仕組みになってるんですよ。でここで重要になってくるのは、その仕入れた1100円のうちの100円の仕入れ税額っていうんですけども、この仕入れ税額を160-100のところに控除額として組み込むことができるかどうかっていうところで、その1100円かかった時に取引先というか仕入れ先の業者からインボイス、適格請求書を一緒につけてもらっているかどうかが、その160-100ができるかどうかっていうところに関係してくるんですよ。適格請求書がくっついてこなかった場合は、その引くことができないですので、もし1100円をその支払った業者、相手業者がインボイスの事業者じゃなかった場合、その100円分を引くことができないので、160-0になってしまって、160円をそのまんま消費税として国に納めなきゃいけないっていう話になってしまうんですよ。じゃあここで農家として仕入れに関しては、その相手が適格請求書を発行してくれれば全然問題ないでしょうっていうことですよね。確かにそうなんですよ。仕入れに関してその取引で種の業者とか、その苗でもいいですし、肥料とか農薬の業者がその適格請求書、インボイスをちゃんと発行してさえくれれば、その農家としての事業のその消費税の計算は全く影響が出ないんですよ。ただこれ逆に考えてほしいんですけど、自分がその取引先に対して物を売る場合ですよ、まあ、できた農産物を販売する場合、その取引先が例えば飲食店だったとして、飲食店が消費税の計算をするときに、農家から仕入れてるその金額の中でインボイスをつけて出すことができなかったら、要するにその農家がインボイスに登録されていない業者で、インボイスのその請求書をつけられなかった場合、飲食店が困りますよね。取引先の飲食店がその消費税の計算の時に差し引きの控除ができなくなってしまうっていうことが発生するんですよ。で、その時にどうなるかっていう話で言うと、例えば飲食店側は、いや、その請求書、インボイス発行してくれないんだったら、他のとこから買うわ。もっと、や、その結局消費税分で損するから、他のとこで買った方がお得じゃんみたいな話になっちゃうと、取引に影響しますよね。でそれが通らない場合、いや困るんだけどってもしごねた場合、飲食店側としては、じゃあ消費税分値引きしてよって言ってくる可能性があるんですよ。だからもうインボイスの事業者になっていないことで不利益を農家側が被ってしまう場合が多々発生するっていう可能性があるんですね。つまりこのインボイス制度っていうのは、自分自身が売上1000万いってないから消費税の計算の上では全然影響出ないですよっていう話じゃなくて、自分が販売している取引先がインボイス制度を使ってない業者から仕入れることによって不利益が出るので、その取引に影響が出てきますよっていう話なんですよ。でこうなってくると、いやーやべえな、俺売上1000万ないけど、その取引先が困るんだったら、やっぱりインボイスのその登録事業者としてちゃんとやっていかなきゃいけないのかな。そうすると、今まで消費税払わないでいい免税事業者だったのに、これから払っていかなきゃいけないのって心配になりますよね。これ実際自分がインボイスのその登録事業者になった場合、要するに消費税を支払うようになった場合、どれぐらい支払わなきゃいけないかっていうと、ざっくりとした目安ですけども、例えばギリギリ売上1000万いくかいかないか、いかないよっていうギリ999万とかっていう風なギリギリの売上だった場合、消費税がだいたいいくらぐらいになるかっていうと、これ計算はちょっと今省きますけども、大体ですけども15万円ぐらいです。消費税が、その売上にかかっている消費税と
その経費として支払っている、すでに支払っている消費税と差し引いていろいろと計算すると、だいたい15万円ぐらいがマックスだと思ってください。今まで払わなくてもよかった消費税を免税事業者から抜け出ることで、要するにインボイスで登録されることによって、プラス15万円の消費税を納めなきゃいけないっていう負担が発生してしまうんですよ。ここで一つお伝えしておくと、すでに消費税を支払っている農家からすると、売上が1000万円以上あるような農家さんからすると、そんな消費税払うの当たり前の義務でしょって思うかもしれないんですけど、これ例えば消費税じゃなくて所得税についてもやっぱり優遇措置ってされてるんですよ。累進課税制度ってありますよね。その売上が大きければ大きいほど所得税率は高くなっていきますよね。で、低ければ低いほど税率っていうのは抑えられてます。 5% とか 10% に抑えられてるのが、もう何千万何億って稼ぐその事業者に対しては 30%、45% というふうに課税の割合が大きくなってますよね。累進課税っていう形で。で、消費税についてもその累進課税みたいなものが1000万円で線引きされていて、1000万円もいかないな、小さなところは、優遇措置を設けましょうっていう風にしてますので、これは別にズルしてるわけじゃなくて、免税事業者っていう形で消費税支払うのをズルしてるわけじゃなくて、これは優遇措置、あるべき権利だと思ってもらえればいいかなと思うんですよ。で、その権利が今失われる可能性が出てきたっていう話なんですよ。これ昔3000万だったんですね。その消費税を支払うかどうかっていうラインが3000万だったのが、ある時1000万まで下げられて、今今度ゼロになるっていう、そういう時代の変化が来てますので、ここはしっかりと考えとかなきゃいけないんですよ。さて、ここからはある意味朗報なんですけれども、いくつか逃げ道があります。その1000万、売上1000万いっていない農家で、全員がじゃあ免税事業者から抜け出なきゃいけないのか、インボイス登録しなきゃいけないのかっていうと、実はそんなことなくて、まだ選択の余地が残されてるんですよ。で、その道が、3つ4つほどありますので、一つ一つ簡単にですけどもご紹介します。で、まず一つ目は、これ先ほど言ったんですけど、インボイスに関係するのはその取引先の話なんですよ。取引先が農家から物を買った時に請求書ついてないと困るからっていう話で、その自分自身がインボイスの登録しなきゃいけないかなって思うんですけど、じゃあその取引先が、農家が販売する取引先が一般消費者だったらどうかっていうと、その取引先の一般消費者っていうのは別に請求書を必要としないですよね。そもそも確定申告しなかったりするので。ですので、その取引先が全部一般消費者だった場合、つまり B2C の取引だった場合は、これインボイスに乗っかる必要ないんですよ。全量だった場合ですよ。で、もし一部、本当に一部、例えばほとんどが家庭向けだけども、一部飲食店取引してるっていう場合だったら、その場合は、じゃあその消費税分 8% 分今までよりも値引きするんで取引続けてくれませんかっていうやりとりが、多少影響ありますけど、できたりしますので、このあたりは、その自分が誰と取引してるのかっていうところで、インボイスのその登録制度で登録するかどうかっていう判断をしてもいいかなと思うんですよ。で、二つ目から四つ目は大体同じような話なんですけども、特例が設けられているっていう話です。農協特例と卸売市場特例と、もう一つはそのくくりはな、ちょっとはっきりしないんですけど、直売所に関しても特例措置が設けられてます。で、これ何かっていうと、簡単に言うと、農協とか卸売市場っていうのは、その農産物、農家からすると農産物の販売を委託しているっていう形になりますよね。農協に対して売っているっていうよりは、農協に仲介してもらって卸売市場を通して、そこで競りにかけられるなどして価格が決まって、で、後から売上金額が決まってくるっていう形で委託をしてるんですよ。で、その無条件で委託しているかどうかっていうことと、農協側が共同計算方式って言って、その農家一人一人 の、 その誰々さんの野菜ですっていうふうに市場に流していなければ、共同で JA の野菜ですみたいな形で出していれば共同計算方式
っていうふうに適用がされて、無条件委託と共同計算方式、この2つの条件満たした時に農協特例ってものが適用されるんですよ。でこれが適用されると売上1000万いってない農家はその農協に対してインボイス適格請求書を出す必要がないので、そのいわゆる消費税の計算において関係なくなりますよね。だから農家としてはインボイスの登録事業者になる必要がないっていうことで、今まで通り消費税は支払う必要がなくなるっていう話で、まあこれはあの卸売市場に出す場合でも同じような話でそれが適用されるんですよ。で直売所の場合ももう本当同じような話で、直売所に買いに来るお客さんいますよね。で直売所に買いに来るお客さんに対してその直売所運営側がインボイスを発行する、インボイスに近いものを代わりになるようなものを発行するっていう話で、農家としては直売所に対して請求書を出す必要がないから特例を認めますよっていうことなんですよ。だからその直売所に買いに来るお客さんほとんど一般消費者かもしれないんですけど、一部業者の方が買いに来る場合があって、その業者に対して請求書を求められれば直売所としてインボイスに近いもの、代わりになるようなものを請求書として出してあげるっていう、そういう措置になってますので、農協とか卸売市場とか直売所のようなところに農家がその出している場合については特例が適用されるので、インボイスの事業者になる必要がない可能性が高いっていうことですね。まあこの辺詳しく知りたければ、その実際自分が卸している農協さんに話聞くとか卸売市場に話聞くとかした方が、まあ、確実に分かると思います。ということでインボイス制度についてお伝えしてきました。この制度自体は2023年10月から始まるものですけれども、消費税を軽減税率が始まったことによって消費税を正確に把握するために始まる制度なんですよ。で今まで免税事業者として消費税を払わなくてよかった事業者が、これからは支払わなきゃいけなくなるっていう非常に怖い制度ではあるんですけども、農家の場合一般家庭向けに全量出しているとか、農協に出荷してます、卸売市場に出荷してます、直売所に出してますっていう場合は特例が適用される場合がありますので、この辺はしっかりと調べていただいて、自分がそこに乗っかれるかどうかは確認する必要があると思います。で、このあたりの話について、いや、めんどくさいな、なんかモヤモヤするな、と思う方がいらっしゃったら、もうその辺、売上が1000万前後でグダグダするぐらいだったら、まだ2年、3年猶予期間ありますので、その間に1000万円をスッと飛び越えて、もう規模拡大するなり、利益を大きく出るような仕組みを作っていくなりして、もうステップアップして、インボイスって当たり前じゃん、そんなのって言えるぐらい、のまあそういう成長をしていくのも一つの手かなと思います。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではこのように農家に役立つ情報を分かりやすく噛み砕いてお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。